난 힘이 난다. 자, 먼저 지겐마이가를 그리까했던 이유가 기동은 테레스さんが 倉庫にいる 藤崎さんを 見かけたんだよね。 その時 藤崎さんが 手にした スポーツバッグに あるものを 入れていたんだ。 青いジャージだよ。 セイスさんは それを見たんだよね。 そのバッグを持った藤崎さんは夜時間にもかかわらずある場所へ向かったんだ。それは更衣室だ。しかも男子更衣室だったんだ。でも女性だったはずの被害者がどうして男子更衣室に入れたのか。なぜなら彼女、彼は男だったからなんだ。だから自分の電子生徒手帳を使って男子更衣室に入ることができたんだ。 男子更衣室で藤崎さんを誰かと待ち合わせていた。その誰かこそが今回の事件の犯人だった。おそらく犯人は藤崎さんが油断している隙に凶器となるダンベルを使い襲いかかったんだ。その時 男子更衣室のポスターやカーペットに血痕が飛び散ってしまったんだよ。おそらく衝動的な殺人だったんだ。準備してたとしたら計画性がなさすぎるからね。犯人は慌てて偽装工作に取り掛かったんだ。まず血痕のついたカーペット、同時にポスターも回収した。 犯人は死体を女子更衣室に運んだんだ。女子更衣室に入るにはもちろん女子の電子生徒手帳が必要だけど、だからといって犯人が女子に限られるわけじゃない。玄関ホールには前園さんや江ノ島さんの手帳が置いてあったからね。それを使えば男子でも女子更衣室に入れたはずなんだ。そしてそうやって女子更衣室に入った犯人は さっき回収したカーペットとポスターを使いあることを行ったんだ。男子更衣室と女子更衣室の交換、つまり現場の交換だよ。今回の事件はそれだけじゃ終わらなかった。死体の第一発見者となった戸上君の介入によって事件はさらに複雑化してしまったんだ。 現場に入った戸上君は図書室にあった延長コードを使ってあることをしたんだ。そうなんだ。戸上君は延長コードを使って藤崎さんの死体を貼り付けにしたんだよ。さらに戸上君は被害者の血で現場に血文字を残したんだ。あたかもジェノサイダーショーの犯行だと僕らに錯覚させるために。 そしてその頃戸上君は偽装工作を行っている一方で藤崎さんのスポーツバッグなんかを処分した犯人はサウナルームへとやってきたんだ。最後の証拠品である藤崎さんの電子生徒手帳を処分するために。そして犯人の思惑通り、その電子生徒手帳はサウナルームの熱気によって壊れてしまった。犯人は知っていたんだ。 電子生徒手帳がサウナの熱気で壊れてしまうことに。なぜなら犯人はその前に自分の電子生徒手帳をサウナで壊していたからなんだ。これが事件の全貌のはずだよ。そうだよね、大和田モンド君。